東京メトロ日比谷線。日比谷線は東京都足立区の北千住駅から目黒区の中目黒駅間を結ぶ東京地下鉄東京メトロが運営する鉄道路線。鉄道要欄における名称は2号線日比谷線である。路線名の由来は日比谷公園のある日比谷から、車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーはシルバー b 5ビット5 a c 銀、路線記号は A 字。1961年、昭和36年に、南千住駅中岡地町駅間3 7トルで開業。当時は、帝都高速度交通営団が運営していた。1962年、昭和37年の都市交通審議会等審第6号において、東京2号線は、中目黒方面より、六本木、霞ヶ関、 築地、茅場町、上野及び、三ノ輪の、各方面を経て、北千住方面に至る路線として示され、1972年、昭和47年の同東審第15号では、終点が、松原団地に改められ、北千住以北は、東部伊勢崎線を複々線化することとされた。その後、1985年、昭和60年の運輸政策審議会等新第7号では、 竹之塚駅北越谷駅間の東部、潜伏伏線下が示されている。このうち、中目黒駅北千住駅間は、日比谷線として、順次開業した。都内の北東の北千住駅と西南の中目黒駅を、途中銀座駅を中心として、上野駅、秋葉原駅、築地駅、霞ヶ関駅、六本木駅などを経由して結ぶ路線である。北千住駅南千住駅間は、 隅田川を渡るため地上区間になっている隅田川を横断する地下鉄の中では唯一地上で橋を渡る路線である。ほとんどが改作工法で建設されたため平面線形は半径200メートル以下で90度曲がるような急カーブが連続する。基本的には道路の下を通っているもののカーブのために道路から大きくはみ出す箇所も複数存在する。 1964年、昭和39年の東京オリンピックに全線、開通を間に合わせるため、特幹工事で建設された。北千住駅では、東武伊勢崎線、東武スカイツリーライン及び同線経由で日光線と、相互直通運転を行っている。2013年、平成25年3月15日までは、中目黒駅で、東急東横線とも相互直通運転を、 行っていた、工日日比谷線の建設が計画された当初は、東急東横線からの直通列車は8両編成、東武伊勢崎線からの直通列車は6両編成で、対応可能と見られていた。これは、すでに東横線沿線において、宅地開発が進んでいた一方、伊勢崎線沿線はそれほど、宅地開発が進んでいなかったためである。このため、 中目黒駅八丁堀駅間は各駅のホームが八両編成対応で建設され八丁堀駅には東横線からの八両編成列車の折り返しが可能な引上げ線が北千住よりに設けられた。それ以北、茅場町駅北千住駅間は六両編成対応で建設された。ところがこの予想とは逆に伊勢崎線が日比谷線とつながったことにより 伊勢崎線の利便性が飛躍的に向上し、沿線の宅地開発が急速に進み、道線からの旅客が急増したため、八丁堀駅北のホームと伊勢崎線直通列車の8両編成化などの輸送力増強が急がれたエピソードがある。6両編成対応で建設が進んだ、茅場町駅北千住駅間の一部の駅において、中目黒方面駅と、 北千住方面行きとででホームののの位置がずれているのはこのためである。は、こためあ一方、東横線からの直通列車利用客は、同線の終着駅である、渋谷駅まで利用する乗客も多かったため、伊勢崎線からの直通利用客ほど増加はしなかった。2020年度から2022年度にかけて、ホームドア設置工事を実施する予定である。全定期列車が、 各駅停車であるが、東武790型を使用した座席指定列車の運行を予定している。北千住駅中目黒駅間の所要時分は43分、標定速度は時速 28.3km。平日朝夕ラッシュ時間帯は約2分間隔、日中時間帯は5分間隔の高頻度で運行されている。 大半の列車が全区間を通して運行するが、一部時間帯には南千住駅を始発、終着とする列車や、東武線から及び北、千住発の霞ヶ関、六本木行き、中目黒発における終電及びその直前には、広行きの列車が設定されている。終着駅である北千住駅において、東武伊勢崎線、東武スカイツリーラインを経由して日光線。 南栗橋駅まで総合直通運転を実施している。日中時間帯の運転間隔は10分の間に、船内列車と東武伊勢崎線直通列車が交互に運行されている。東武伊勢崎線直通列車は1時間あたり、東武動物公園駅発着列車が4本、南栗橋駅発着列車が2本運行されている。2003年3月19日に設定された朝の 南栗橋発の上り一本を除き、長らく東武動物公園駅までの直通運転であったが、2013年3月16日から南栗橋駅まで相互直通運転区間が延長された。日中は上下線とも、草加駅と千元台駅で急行、半蔵門線経由東急電園都市線直通に接続し、南栗橋発着列車は東武動物公園駅で、 茎駅発着の急行に接続する。日中の竹の塚駅東武動物公園駅間の普通列車は全列車が日比谷線直通である。朝夕には途中の竹の塚駅、北越谷駅、北春日部駅を始発終着駅とする列車も運転されている。乗り入れ区間の営業キロは 44.3km、うち日光線 10.4km。 2013年3月16日のダイヤ改正までは日中時間帯の東部伊勢崎線直通列車は北越谷駅発着と東武動物公園駅発着が交互運転で走ってい2003年3月19日の半蔵門線と東部伊勢崎線との相互直通運転開始前は現在よりも日本多く東部伊勢崎線直通列車が設定されていたが 準急と接続する駅は統一されていなかった。東京メトロの車両、0 3系、1 3 0 0 0系の車両基地は、南千住駅に隣接する千住建築と東部、伊勢崎線内の竹之塚駅に隣接する千住建築竹の塚分室にある、ただし、全般検査、重要部検査といった定期検査は、半蔵門線所属車両と同じく、詐欺沼工場で行う。 竹の塚の車両基地は、かつての東武鉄道西新井車庫を A 団が譲り受けた、ものである。2013年3月16日改正ダイヤでは、自社車2本が、東武の南栗橋車両管区かす部支所で、東武車2本が、千住建区で、それぞれ夜間留置となる、外泊運用が組まれている。運用番号の末尾は、東武車が T、自社車が S である。運用番号は、 東部車が 01t から 37t、自社車が 02s72s の偶数と 61s63s65s である。まれに、東部車によるメトロ内運用で、末尾 s が存在する、2017年7月30日、現在 602s など。なお、2013年3月15日までは、もう一方の終着駅である、中目黒駅から、東急東横線。 菊までの相互直通運転を行っていたが、東急東横線と福都新線との相互直通運転を開始した翌16日からは、東急東横線との直通列車は設定されていない。事実、ドア数や車両の M 数が福都新線をおよび東横線の標準的な車両とは異なる東横線へのホームドア設置に際して、弊害となる東横線の輸送規模のキャパシティを オーバーしてしまうなど、東横線に福都新線と日比谷線の乗り入れを共存させることは、理論上問題点が多い。かつての東急東横線内乗り入れ区間の営業キロは 16.6km、早朝及び夕方は10分から15分間隔で、武蔵小杉駅、または菊名駅発着、日中は30分間隔で菊名駅発着であり、 途中駅の元住吉駅で特急の通過待ちを行っていた。直通列車は東横特急運転開始前は日中15分間隔であったが2001年3月28日の東横特急運転開始と同時に日中は30分間隔となるなど本数が大幅に削減され同時に東急線軽電車による日比谷線内折り返し列車。 中目黒駅が設定されるようになった。この本数削減の代わりに、中目黒駅において、東急東横線との接続が考慮されるようになった。2003年3月19日以降は、中目黒駅に東横特急を含む全列車が停車するようになり、さらに接続の改善が図られた。三車相互直通はなかったが、東京メトロの車両が、菊内北千住駅中目黒駅、 東武動物公園駅のように、1日の間に、東急東横線、東武伊勢崎線の両方に乗り入れる運用は、存在した。東急東横線との相互直通運転が終了した。あとも、日比谷線所属車両の定期検査は東急、田園都市線鷺沼駅に隣接する、東京メトロ、鷺沼工場において行われるため、東急線、東横線、目黒線、大井町線、 田園都市線を経由する回送ルートが組まれている。東急車の運用番号の末尾は K であり、運用番号は 81K から 85K で設定されていた。ゴールデンウィークやクリスマスなどのシーズンには、菊名駅を越えて横浜高速鉄道港未来線の元町、中華街駅まで直通する臨時列車、港未来号を運転した。この臨時列車は、 日比谷線内でも、急行列車として運転し、途中の停車駅は、上野駅、中岡地町駅、秋葉原駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、六本木駅、木駅めぐみ樹駅であったが、2007年4月21日の港未来号からは、日比谷線内各駅停車に変更されている。車両は、 東急線形が使用された。日比谷線における臨時急行列車は2003年12月に東京ミレナリオ号として急行運転停車駅は港未来号と同じを行ったことがあったが、その際の車両には日比谷線03系車両が使用されていた。日比谷線の車両は建設当時すでに20メートル車を標準としていた東部から20メートル車規格が提案されたが、 当時の A 団が、ルート上に急曲線が設定できるため用地買収が、より容易となる18メートル車の採用にいたため、競技の末に18メートルが採用された。東急は、当時18メートル車が標準であったが、東横線ではすでに20メートル車両の走行実績があった。しかし、現在では3車とも20メートル車を標準としていることから、 東部は18メートル車の日比谷線、乗り入れ専用車両を製造して乗り入れており、東急もまた18メートル車の日比谷線、乗り入れ専用車両を製造して乗り入れていた。また、建設当時の東急東横線が最大6両編成であったことから当初は6両編成規格で建設されたが、建設途中から8両に変更されている。車両の扉数は片側三扉が標準だが、 東京メトロ及び東部の一部車両は編成の両端2両ずつをも、扉としてラッシュ混雑時の乗降時間の短縮を図っている。北千住駅上野駅間は東西専用5000系車両の試運転などでの入線実績があり、開業当初から20メートル車の入線が可能となっている区間もあった。その後、全線のトンネル内の再測定の結果、 信号機や標識の移設などの一部手直しで20メートル車両の走行が可能であることが確認されたこともあり、東京メトロ、東部とも2017年から20メートル車7両編成の新型車両、東京メトロ13000系、東部7万系に随時置き換えられている。これは、東部線内のホームドア導入に際し、車両長を20メートル車に統一させる必要があったたである。 車両の号車番号表記は、東京メトロの車両は、中目黒方戦闘車を1号車、東急の車両は、北千住方戦闘車を1号車としており、東部の車両は号車番号表記がなかったが、2011年時点では、東京メトロの車両も北千住方戦闘車を1号車としている。二0 1七年七月七日より、七万系、東京メトロ一万三千系と同一仕様が、 運行開始。東京メトロ13000系と同様に、近畿車両が一括受注することが決定している。日比谷線における、女性専用車は、2006年3月27日に、乗り入れ先である東武伊勢崎線の日比谷線、直通普通列車と共に導入された。平日朝七時三十分から九時までの間に、北千住駅に到着する中目黒方面行きの、 全列車において実施されており、途中駅始発、終着列車も対象である。進行方向最高尾車両である1号車に設定され、実施区間は、東武伊勢崎線東武動物公園駅北、千住駅中目黒駅である。東武日光線南栗橋駅始発の列車については、一番列車が9時過ぎに、北千住駅到着となるため対象ではない。また、かつて設定されていた、 東急東横線直通列車については、中目黒駅到着をもって、女性専用車の実施を終了し、東横線内では実施されていなかった。東京地下鉄の駅構内にある出口階段は、車両の最前部、または最後部に集中しており、これは他の東京地下鉄路線においても同様である。特に、日比谷線は、この前後車両に限って混雑が著しく増大し、 列車遅延などの問題が生じたため、A3 系の一部と、東部250系の前後に両ずつをも、扉車とした車両を導入したにもかかわらず、その後、扉車かつ最も混み合う車両を女性専用車とした。2018年度の再混雑区間、A 線、美ノワイリア間の混雑率は157%で、ある。北、千住までの延伸開業以降、A 線は、 東部伊勢崎線からの直通人員が急増し、朝ラッシュ時の混雑率は200%を超えていた。このため朝ラッシュ時の増発が頻繁になされ、1968年の時点で毎時26本が運転されるようになった。1966年9月1日に全列車が6両編成に、1971年5月31日に全列車が8両編成になり、 長編成化が急ピッチで行われたことで一旦は混雑率が18%台に緩和するが輸送人員の増加により1975年度からは220%台で高止まりとなった。1971年3月20日に A 団地下鉄千代田線現、現東京メトロ千代田線が霞ヶ関まで延伸開業して北千住霞ヶ関間のバイパス路線となったが こちらも1973年度以降は混雑率が200%を超えるようになった。乗り入れ先の東部伊勢崎線でも北千住駅のホームが日比谷線への乗り換え客で埋め尽くされる事態が頻発したこともあり、乗り換え客を減らす国区肉の策として1988年11月21日に浅草海上車制度が1990年9月25日に 押し上げ会場車制度が導入された。迂回制度の導入後は、日比谷線の輸送人員が減少し、混雑率は1991年度に200%台に、1995年度に180%台に低下した。北千住駅の改良工事が1997年3月25日に完成したことを受け、これらの制度は同年3月31日に廃止された。 2003年3月19日に東武伊勢崎線と半蔵門線が相互直通運転を開始し2005年8月24日につくばエクスプレスが開業するなど北千住駅から都心方向へ直通する路線が増えたことで乗客が分散され2008年度に混雑率は150%台まで低下した全線開業年度以降の輸送実績を過表に記す 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。2015年6月から9月まで発車メロディに関するリクエストを募集した結果、秋葉原駅で恋するフォーチュンクッキー銀座駅で銀座の恋の物語、石原雄二郎、牧村淳子がそれで採用されることになり、 秋葉原駅は2016年3月31日から、銀座駅は同年4月8日から、使用開始した。メロディの制作はいずれもスイッチで、前者は福島直也、後者は塩塚博が編曲を手掛けた。東京都は2020年に開催予定の東京オリンピックまでに、霞ヶ関駅と神谷町駅の間の虎の門地区に、 新駅を設置する構想を2014年9月に東京都長期ビジョン歌唱の中間報告にて発表した。虎ノ門ヒルズ付近に設置され、地下歩行者ネットワークにて虎ノ門ヒルズと隣接して設けられるバスターミナルや銀座線虎ノ門駅とつながる構想となっている。同年10月14日には UR 都市機構が新駅整備事業の実施主体となり、 東京地下鉄が設計、工事を受託し、供用開始後の運営管理を行うことになった旨の発表がされている。2016年2月8日に、虎ノ門新駅、仮称の起工式が行われ、2020年度暫定供用開始、2022年度完成を見込んでいる。2018年12月5日に、駅名を虎ノ門ヒルズ駅とすることが発表された。 広尾駅と上野駅でバリアフリー対応工事、茅場町駅で混雑緩和工事を行う。全駅に新型行き先案内表示装置を導入し、液晶ディスプレイを用いてフルカラーで表示する。新たに行き先駅にナンバリングを表示する。接近時や番線は発車いたしますという発車時の放送も更新され、接近時には英語放送が追加された。 東武鉄道は東武グループ中期経営計画2017から2020の中で日比谷線直通列車速達性向上の検討を挙げている。また2019年3月26日には東武線東京メトロ日比谷線直通列車における有料着席サービスを2020年度より導入することが発表されている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。